の景況感などを集計した日銀短観が発表され、大企業を中心に景況感、つまり現在の景気に対する評価が改善しました。3月分の日銀短観によりますと、足元の景気が良いと答えた企業から悪いと答えた企業の割合を引いた数は、大企業製造業でプラス12となり、2四半期連続で改善しました。世界経済の回復を背景に、自動車業など輸出関連企業を中心に企業心理が上向きました。一方で、先行きについてはトランプ政権の動向やイギリスの EU 離脱など海外情勢に不透明感もあることから、良いという答えが減少しています。